こんにちは、元気ママです。ちょっとごちゃごちゃしてますね。こっちもごちゃごちゃしてる。まあいいか。今日はですね、残り野菜を使って炊き込みご飯を作りたいと思います。あれを使います。はい、では早速作っていきますけれども、使うあれとは、じゃん、これ普通に炊き込みご飯の素ですよね。もう何の変哲もないって感じですけども、まあ、どこでも手に入るこれを使って、まあ、何でもいいんですけど、使う元はこれを使ってさらにパワーアップした炊き込みご飯を作っていきたいと思います。はい、ちなみにちょっとやけどしてまして、ガーゼ巻いてます。コテでジュッてね、やっちゃいました。早速作っていきたいと思いますが、これ今お米3合をね、洗います。よくこのお釜の中で洗わずにボウルを使いましょうって言いますけども、もうお米はね、さーっと2回ぐらい研ぐのではなくて洗えばいいので、そんなお釜がね、中身が傷つくってことはないと思いますので、もうさーっと優しくね、洗ってください。私はこうやってもゴシゴシせずにね、さらーっと混ぜてお水を変えてます。あんまりね、透明までね、ゆすぐと美味しさも栄養分も逃げちゃうみたいですよ。そして今このお米お釜には3合のお米が入ってますので、ここに3合分のお水を入れたいと思います。ちゃんと線のところまでね、お水を入れます。ここまで、3合の線のところまで今お水を入れました。そしてこのまま少し置いておきます。まあ、10分以上はね、浸水をさせた方がいいと思います。我が家の冷蔵庫に中途半端に残っていたお野菜たち、ごぼうですね。これはもう皮のまんま、よくね、スポンジで洗ってます。皮は剥いてません。で、人参ですね。でも大根、椎茸、生姜ね。で、ではお米を浸水して10分経ちましたので、これをですね入れていきます。どれどれ、お米3合、コンピンを入れたら平らにしてすぐに水分しなさいと。はい、じゃこれをね、こんなん入ってますね。で、今日はどこにでも売ってるようなこの釜飯の鶏飯の素を使いましたけども、もちろんね、こだわる人はとことんこだわっていいと思います。私もね、ちょっといいやつ、たまにね、まあ、かやの屋さんとか、なんかいろいろそういったいいお出汁のお店とかでちょっとこだわった釜飯の素とかすごい買うの好きなんですけども、まあでもどこにでもそういったこだわったものって無添加でね、売ってるものではないし、みんながみんなね、その地域とか、まあ、すごい高かったりとか、まあ、みんながみんなね、すぐに買えるものではないと思うので、今日はこの普通にスーパーで売ってる釜飯の素をね、使います。でもこういうのを使ってでも栄養価がさらに高まる今の炊き込みご飯を作りたいと思います。で、こうやって、残り野菜をですね、残り野菜をもうこうやって切っていきます。ちょっとこれはもう量は適当、もう適当です。これはもうくるくる回しながら細く切っていきます。で、先ほどのこの釜飯の素を入れたお釜にバラバラバラっと入れちゃいます。で、人参も皮ごとこうやって、まあ、切り方はね、自由でいいですよ。もう少し細かく切ってもいいし、くるくる回しながらね、薄切りにしていきます。炊き込みご飯って、いや、いろんなレシピね、検索すればあると思います。お醤油いくつに、みりんがいくつ、昆布だしとか、まあ、いろんなね、レシピがね、料理家さんのありますけども、それすらもうちょっと見るのがめんどくさいって時ありませんか？
まあ、大体私なんかはやっぱ料理を仕事にしているのでパパパッと目分量でなんとなく分かりますけども、できる人、もう慣れてる人とかに目線を合わせていくよりもやっぱ料理があまりできないとか、どうやって作っていいか分かんないとか、もうあまりにもね毎日子育てバタバタして結局出来合いのものを買ってきちゃうことが多いとか、そういう方たち多いと思うんですよ。あ、どんどん切ってますけども、これは椎茸ね、椎茸さんもありましたので入れます。こういった椎茸もね、こんなちょっとねこうキノコ類ですよね、ものすごいヘナチョコみたいに見えますけども、ものすごい免疫力をね上げてくれますので、もうキノコ類はどんどんね取ってってください。で、キノコがお安い時に大量買いして保存する方法がありますので、それはまた概要欄の方にね貼っておきますので、ぜひ参考にしてください。大根も皮付きで使います。私もね、もうちょっと前まではもう絶対無添加とかにこだわってた時期もありましたけど、やっぱりねとことん無添加にこだわるって非常に難しいと思うんですよね。例えばその調味料に使っている、まあね、元となる素材、お魚とか鶏肉とか、もうそこまで掘り下げていくと、じゃあその鶏肉たちが何を食べて育ったのかとか、まあ、その餌自体がどういうふうに無農薬の野菜なのかとか、もう掘り起こす、あ違う、もうどんどんね気にすればね、どんどん気にしちゃえばキリがないんですよね。でやっぱりみんながみんなそこまでねできません。そしてあまりにもね気にしすぎてしまったがために大変そうだなっていう人もねいます。楽しければいいんですよ。楽しく気にしてっていうか、こだわって楽しめてればハッピーならいいんですけど、これしなきゃ、ああしなきゃ、こうやってやんなきゃ、これ買わなきゃっていう風になってちょっとげっそりしちゃった人たち何人も知ってるんで、ちょっとこのぐらい頭をねパカッと開いたような料理もねちょっとご参考になればと思います。でこれは生姜も皮ごと随分入りますね。まあ私生姜好きだから皆様は好みで使ってください。というわけで今こんな感じ、どっさり入りましたね。もう普通の市販の釜飯の素を使っても、こうやって後から残ってる野菜をどんどん入れていってしまえばものすごくね栄養価がアップしますね。はい、軽くならしてね、上の方だけ、ご飯まで混ぜずに上の方の具のところをね少し混ぜ混ぜして、このだし汁が浸るようにします。で若干こんだけお野菜が入るので少しはね味が薄くというか、まあ、素材からは旨味も出ますから、でも塩分ちょっと薄くなると思うので、ちょろちょろっとお塩とかねちょっとお醤油を足してもいいと思いますが、まあこのまま今日は炊いていきたいと思います。あ、そうだ、豚肉がありましたね、ちょっと残っている、まあ鶏釜飯の素なんだけど、そう、この豚肉使おうかな、ちょっとじゃあ豚肉これをちょっと、このぐらい使おうかな。これをちょっとちゃっちゃと切って、でボウルに入れて、これで少し味をつけましょう。みりんみりん、ちょっと一升瓶しかなかった。ちょっとこのね牛肉めがけてお醤油ちょろり、そして一升瓶ごと、このね三河みりん美味しいですよ。なんかね料理の味がぐっと良くなるんですよね。はい、でこのお肉の方にちょっとね味付けをして、まあ、こういう残ったお肉も入れてしまう。
ちなみに我が家のお味噌汁なんですけども、もう味噌汁も本当に残り野菜の最大たる活用料理、最近若者のお味噌汁離れっていうのがすごく増えているんですよね。でやはりね、かつお節をすってとか、いりこをねちゃんと水に浸してとか、昆布をね水から取って、それはもうもちろん美味しいですよ。ちゃんとしたお出汁はこれはこれでやっぱり作っていただきたいなと思うぐらい美味しいです。ただ毎日こうね子供抱っこしながらかつお節はすれないし、やはりちょっとお値段的にもね高くついてしまうこともあります。なのでもうできない人はね無理せずに、だしパック、もういろんなだしパックがありますからね、もうこういったこのだしパックもスーパーでも売ってるし、通販とかネットとかでねもちろんいいのも買えるし、もうポンと入れて煮出して、そして具材は冷蔵庫に残ってるもの、今日は白菜とこれキャベツも入ってる、あとネギと椎茸ね、もうこういったものをもうじゃんじゃん切って入れてしまえば簡単にお味噌汁ができます。もうなんか習慣化してほしいなと思います。だからこの前も若い方とお話をしてる時に、うち料理教室だからいろんな人がねいろんな方とお話をする機会があるんですけども、前も若い方がねもういちいち昆布だしとかかつおだしとか取るのが大変だから作る気がしないっておっしゃるんですよ。でもそれすごいわかります。なのでね、心に余裕がある時とかはしっかりお出汁を一から取って、美味しいお味噌汁ね、お吸い物を取っていただきたいと思いますし、普段はねああいっただしパックをポンと使ってお味噌汁作っていけばねいいと思います。やっぱお味噌は発酵食品だし、日本の伝統的なねお料理なので、味噌はね沸騰直前ぐらいが美味しい、グラッとしてきたなぐらいで止めると香りがすごく立ちますよね。これを日々なくなったら作る、なくなったら作るって我が家ではしています。この中にさらにいろんなものをまた追加して2日ぐらいたっぷり作って使うこともあります。あとは朝とか子供たちはこの中にご飯ドボンと入れて少し煮て柔らかくして、で卵溶いて雑炊にしたりとか、もうお味噌汁作っとけばいろいろ活用できますからね、おすすめです。とにかくあんまりねこうしなければならない、ああしなければならないとか考えちゃうと、もう料理離れを逆にねしてしまいますので、簡単にまずはちょっと頭の中柔らかくして、お野菜をねどうやったらいっぱいたくさん取れるかしらぐらいな感覚で、こういった出汁パックとかをね使っていただければと思います。炊き込みご飯の素もそうですけど、別に炊き込みご飯の素を使いましょうっていうよりも、私が言いたいのはああいった元を使ってお野菜をいっぱい取ってほしいということなんですね。やはり今時は菓子パンとか、ジュースとか、もうスーパーとか行けばもう安いものが、お菓子なんかもねスナックなんかも安くて量がいっぱい入ったものがいっぱい売ってます。だいたいこう糖質ですよね。もうそういうのをカバカバ食べればお腹いっぱいにはなるけれど、結局はもう太っているのに栄養失調状態が起きているわけですよね。ね、炭水化物とかね、そういった糖質とか脂肪分で、あと塩分と、でやはり体というのは食べたもので作られています。でも難しいことっていうのは人は続きませんので、こういうふうにすればいいよってのを、このチャンネルではちょこ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 と私のアイデアを紹介していきたいと思いますので、ぜひねまた次の動画も見てくださいっていうか、まだ炊き込みご飯が出来上がってないから締めなくていいんですよね。ちょっとはい、できました。はい、こんな感じ、できたできた。はい、生姜いい香り。炊き込みご飯の素をね使うことによって味が決まりやすいですよね。ほらお野菜もほらお肉もたっぷり、ね、ゴロゴロ入ってる。はい、では早速試食の方をしてみたいと思います。いい香り。めっちゃ美味しい。
ぼうも皮ごと入ってるんで、もう香りがいいです。あと生姜も皮ごと結構たくさん細切りにして入れたので、もうなんかね、もう体がポカポカしてきました。早い、これは止まらない。ほんと美味しい。豚肉にみりんとお醤油の味付けて炊いたので、それもなんかとてもいい仕事しております。今後もいろんな簡単なお料理、そして、私が料理教室でいろいろと気づいてきたいろんなアイデアとか、ちょっとしたコツなんかをね、ちょこ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 とお伝え、ご紹介していきたいと思います。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタンも押していただければ励みになります。では次の動画でまたお会いしましょう。元気ママでした。これはジージに持っていきます。炊き込みご飯つけたからね。